京都四条大橋のたもとに来ています。だいぶ冷えてきましたね。やっぱり京都なんか大阪市内よりもちょっと寒いような気がいたします。思い出の場所なんですと言いましても、鴨川べり、今日はさすがにデートの人は座ってませんけれど、ここでデートしたということではありませんで、今、まあそのために来たんではないんですけど、今日はちょっと京都で打ち合わせがあって来たんですが、自分を見つめ直す月間というか週間に入っておりますけど、新人の時昭和60年1985年にここで大失敗をして、退職願いを出そうとしたというお話、まあ、以前にもしたかもしれませんけれどね、ちょっと9月1日の開局記念特番、当時は秋祭りなんかあったんかな、開局記念特番は906の日ではなく9月1日に行われておりまして、でそこで京都からの中継を鈴木美智子さんと一緒にしなさい、NTT 京都支店からでしたけれど、3分間わずか3分間の枠でお話をしなさいと。でそうなんでね、新人の行くようなそういう中継で、何をっていうようなことはプロデューサーは考えてなかったと思うんですが、不安だったので、何を喋ったらいいですかって、聞きに行きました。そうすると、若者の生態を喋ればいいんだと、君はどうせ若いんだからというので、そう言われて、で当時ありました東京女子校制服図鑑という塗り絵の本、この話は多分誰もベテランの人たちはしないだろうと思って、その制服図鑑を買ってですね、で、この四条大橋に始発の電車に乗ってきまして、通学の女子高生たちを見て、こんな制服でこんな話をして歩いてますっていうのをみっちり取材をして、お昼からの確か午後1時からの中継だったんですけどね、で一生懸命それをまとめて、そこにありますけどマクドナルドへ行って、取材メモを3分間の原稿にまとめ、熱心にその練習もして NTT 京都支店へ行きまして、でさあ中継始まりました。京都へ来ています。私、阪急電車始発に乗って河原町で降りまして、四条大橋でのたもとで女子高生の制服をずっと見ておりましたって言って制服の話を延々したんですが、外していたことは誰もそれをなんか乗って言ってくれなかったっていうか、もう自分が今空回りしてるっていうことだけは分かったんですけど、もうどうしようもありません。もう7分か8分ぐらいありまして、鈴木美智子さんはほとんど鈴木美智子ですっと言ったぐらいですね、何も話ありませんでした。そして鷲見さんと鶴光さんがスタジオにいらっしゃいまして、散々なことを言われ、これはもう向いてないと思ったのが原点がここです。あれから35年ですか、35年と2ヶ月と3日、はい、今まだ私はラジオで喋っております。ほんまにあかんと思って退職願い出そうと思って帰ったんですけどね、それがまあ良かったと評価してもらえたんで、京都行きましたんで、明日のスタッフへのお土産も買っていきました。さあ明日はどんな話しましょうか、明日になったら決めます。てんこ盛りをどうぞこれからもよろしくお願いいたします。